こんにちは。ここは韓国カンウォン道にありますチョンソンです。ここチョンソンまではコレールのチョンソンアリラン列車という観光列車が走っておりまして、その列車で今私も着いたところなんですけれども、いわゆるそういったアリランの発祥の地というようなことでも知られております。なんか三大アリランというのがあるみたいでね、ミランアリラン、ジンドアリラン、そしてこのチョンソンアリランという3つのアリランがある、そのうちの1つの発祥の地がこのチョンソンということだそうです。アリランっていうのはじゃあ何なのかっていう話なんですけども、民謡なんですね。韓国の民謡の一つということで、2018年のピョンチャンオリンピックの時も開会式なんかでね、こうアリランが流れたりしておりましたけどですから、その地域地域によってそのアリランの内容は様々異なるということだそうです。でこのチョンソンアリランについてはこの一つもう少し行ったところにアブラジっていう場所があるんですけど、そこで昔材木を取ってそれをねこの近くの川を使っていかだで組んで持ってソウルの方へ運んで行ってたというようなことだそうで、その辺からこうその辺りのこの歌をね取ってるというようなことを聞いております。そのアブラジというのが、もともとのその語源がですね、なんか集まるとか調和するとか調和そういった意味の言葉だそうで、ちょうどね、そのアブラジと呼ばれている場所には2つの川北はピョンチャン方面から川を出てくるソンチョンという川と、もう一つね、今度サムチョク東の方から流れてくる川があるんですけど、ちょっと川の名前忘れちゃいましたけど、ね、その川がちょうど合流する場所なんだそうです。そこで、その合流するという意味でアウラジという名前がついているということだそうです。でそのアウラジのところでね、こう取れた木材なんていうのは、ソウルのね、キョンポックとかのを作るときにこう使ったりとか、いうことで、いわゆるまあ御神木みたいな感じですかね。日本でいうところ の北へなから木をずっといかだでこう持ってって、で伊勢神宮の遷宮に使ったなんていうことがありますけど、そんなイメージかと思います。なんか結構ね、神聖な場所になってるんじゃないのかなと思うんですよね。もう一つありますと、このチョンソンは薬草とかね、漢方薬でも結構有名な場所だそうで、ツル人参なんかが取れるということです。でなぜね、まあ、ここで降りたのか、本当はね、アウラジまで最初行く予定だったんですよね。そこにこうトロッコを、レールバイクか、レールバイクなんかにこう乗ってみようかなとか考えてたんですけど、やめました。ここで、降りました。それちょっと理由がありまして、韓国ってね、市を、まあ、いろんなところで市でも市場ね、要は2日市とか3日市とか4日市とかそんな感じで毎月何の日に市やりますよみたいな、日本でもやってると思います。日本でも同じような、地名がそういったところから付けられているところが多いと思うんですけど、韓国の場合はね、五日市という市がいろんなところで、開かれておりまして、ただそれはね、本当にその月の5日の日に開かれるということではなくて、5日ごとに開かれるというような意味で五日市ということで開かれております。で場所によっては本当にね、2がつく日と7がつく日に市をやる年と、じゃあ3がつく日と何なのかとか、こんな感じでこういろいろあるわけですね。それは結局そのジャンルごとでこう被ったりしないようにとか、ああいうことをちゃんと考えて考慮されて、そういう位置が分けられているということだそうです。で、今日はね、11月の17日なんですよね。そしてこのチョンソンで、位置が開かれるのは2がつく日と7がつく日、そういうことで、今日はね、17日ですからね、位置が開かれているということなんです。それせっかくそんなタイミングだったらね、ちょっと覗いてみようかなと、ということで今から位置の方へ向かっていようというところです。これね、川なんですけど、なんかこうね、ロープが張ってあってね、向こうにはこう船があるんですよ。これこのロープをこう掴んで持ってこう船を移動させるというようなやつだと思うんですけど、今も使ってないでしょうね。だってすぐ隣に橋がありますからね。
ちなみにあのアウラジの方はね、これがなんかちょっと観光名物みたいな感じになってて、こう私何百ウォンとかでこう渡れるようなところがあるそうですよ。あの今の川の河川敷に車がブワーってこう止まってたんですよね。多分位置の影響だと思うんですけど、どっから入ればいいのかな。この辺からも多分始まってるんでしょうね。ここなんかこうありますけど、大きな道沿いから入ってきましたら、すでにこんな早速ね、こんな感じでこうわーっとこうなってるわけです。これたこ焼きって書いてる、たこ焼きまで売ってますよ。なかなか面白いですけどね。基本的にはそのやっぱ薬草とか山菜が結構やっぱ有名な場所ということなんでね、本当にあの山菜系統のものが多いですよ。あんまりこの魚とかはね見ないですね。韓国で結構ね山の中とかでもねこう魚持ってきて新鮮な魚を売ったりしててるんですけど、この辺は魚あまり見ないですね。魚見ないですねって言ったところでね、速攻でなんかタコを売ってるのを見つけましたけどね、今のはちょっとなしにしときましょうか。日本語も書いてくれてるのが何かこう親近感が湧きますけれども、こっちはね山山山野草お薬薬草って書いてますね。なんで読めなかったのか。こんな感じでね薬草をたくさんこう売ったりしてます。やっぱり薬草がメインなんですかね。多分ここがね一番真ん中なんでしょうね。こう奥にステージみたいなのがありますね。このチョンソンの五日市って結構有名なんでしょうね。こんな感じでね完全にこう固定されてる看板、入り口はこっちですよっていう看板まで設けられてるわけですね。まあ、5日に1回やるわけだから結構頻繁にやるっちゃ頻繁にやる位置なんですけどね。ようこそチョンソンアリラン市場って完全にこう日本人向けですね。日本語しか書いてないですからね。この市場の中でね美味しそうなものがたくさん並んでるわけですけど、今ね12時、今何時だ12時50分でもうすぐ1時なんですね。そろそろお腹が減ってきたというところで、どこかでちょっと食事を取りたいなというところ。せっかくねこの薬草が有名なところに来てるんで、なんかこうそれっぽいやつ食べたいなというわけですね。ご飯どころ探してるんですけどね、どん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 市場の中に入ってきてしまいまして、すごいいい匂いがします。魚も普通に売ってましたね。やっぱり活気があって本当いい感じですよね。いい感じってね本当ね例えようがないんですけどね、なんかわかんないですけどね、こういうところにいるとこうすごいこうワクワクしてきますよね。多分ねこういう市場の中にあるどっか食堂で食べた方がね絶対美味しいと思うんですよね。商店街の中にある食事どころ今入ってきましてね、コンドレ、ナムルパブというのを一つ頼みました。コンドレっていうのがね、何だったかな、朝鮮アザミ、だったかな。でそれのね山菜の混ぜご飯とこういうことで、せっかくこういうところに来たんでね、そういったものを食べてみようかなとこういうところです。ご飯できました。これが朝鮮アザミ、山菜混ぜご飯と、これでね混ぜご飯なんで、なんだこれを、これはあれでもスープだな。普通にこう混ぜて食べるわけですけども、これなんとごまかな、なんかかかってるんですけどね。いただきます。結構美味しかったです。美味しかったっていうかね、あんまり私食レポ向いてないんでね、別にこう食べたものの感想をこれ以上述べるのはやめさせて、控えとこうと思うんですけど、なんていうんですかね、やっぱその観光地に行ってそこの名物って言ったらこうやっぱここに行ったらこれ食べとかないとみたいな感じ、そんな感じだと思いますね。でそれといってね、このめちゃくちゃ美味しいとかそういうわけではないんですけれども、やっぱりこれを食べると、あここに来たなとこういうように感じるなと、そういったものかじゃないのかなと思います。あとはもうちょっと商店街のこの中をねこんな感じで、ご紹介するような感じにしようかな。時間が結構やばいんですよね。2時間滞在時間取ってたんですけど、ちょっとやっぱ短すぎたみたいですね。あと40分ぐらいしかないんですよね。そろそろぼちぼちこう駅の方に向かっていこうかなといったところです。
美味しいですよ。今ね、椎茸をあのごま油につけていただいたんですけどね、生の椎茸ってごま油につけてこうパクッと食べられるんですよね。すごいこう椎茸の味が本当に椎茸っていう感じで するわけですよね。皆さん生で椎茸なんか食べられたことなかなかないと思いますけど、食べられるんですね。椎茸の刺身もさることながら、韓国はあの松茸もね刺身にしてこうあのごま油つけて食べたりするんでね、なかなかちょっとあの日本では食べられないようなものがたくさんあるなというような認識です。松茸刺身で食ったからって言ってどうってことじゃないんですけどね、別にそれがじゃあ贅沢かどうかっていうと、まあ、贅沢が贅沢かもしれないんですけど、私はそんなにね、こうあすごいなっていうふうには思いません。これって松茸じゃないんですかね。試食用に置いてありますけど、こうやってね松茸もこうやって食べるんですよね。さっきね案内所の前のところで日本人の方と会いましてね、あ日本人がいるなと思ったらこう日本語でこう話してて、ねあの どちらから来られたんですか、ソウルからですって言ってます。あソウルからというかね、まあ、あの 旅行に来ててソウルから来たということなんですけど、それで、まあ、今日日帰りで帰るんですっていうことだったんですけどね、なかなか、まあ、日帰りでもできないことがないですからね、こっから高速バスはあるのかな。まあ、バスなくてもね、またあのアリラン列車で、またチョンリャーニまで戻るということもできますんでね、だいたい帰り着くのが何時ぐらいだったかな、10時とかそれぐらい、結構遅くなったと思うんですよね。ここの辺をね、5時ぐらいだったかな、折り返してチョンリャーニに行く列車が確かそれぐらいの時間にあったかと思います。あの1往復チョンリャーニからアウラジまでは1往復なんですけど、先ほど通ってきましたミンドゥンさん、途中にミンドゥンさんという駅があるんですけど、そことアウラジの間をその1往復だけして、それから最後チョンリャーニの方に戻るというようなことになりますので、まあ、チョンリャーニの方に戻る時間がちょっと遅くなっちゃうわけですけどね、その列車で戻ろうとした場合は。見えますかね、こんな感じでね、河川敷と駐車場があるっちゃあるんですけどね、ちょっと台数が少ない。あこっちにも駐車場があるけど、こっちはまとまってないな。まあ、こんな感じなんでね、でも車で来られる方が結構、普通というか、まあ、一般的だと思うんですけど、まあせっかくね、チョンソンアリラン列車っていう列車がチョンリャーニからソウルの方から出てますんで、その列車を使って来るというのもまあいいんじゃないかなと。4時間ぐらいかかるんでね、ちょっとあの時間はかかりますけど、まあ、列車の中でねこう友達知り合い家族なんかとワイワイ話しながら来たら、まあ、4時間なんて意外とあっという間じゃないのかなというふうに思います。あの向こうに見えるあれがね、確かアリラン博物館なんですよね。あそこにもね、本当は行きたかったんですけど、ちょっと時間がないんで今回は諦めようと思います。やっぱ駐車場って書いてるから、ここも駐車場、川渡ったとこも駐車場みたいですね。こうやって見たらそんなに今埋まってなかったですからね、まあ、意外とそんなぎゅうぎゅうになっても駐車場に入る街が出るというほどまでではなさそうですね。